チュースピースオブケイくんのショウタンです。サスタンです。アサちゃんです。本日も最後までよろしくお願いします。よろしくお願いします。おはようございます。レギュラーではないタイミングで今動画出してるんですけど、はい、ついにピスケのオフ会1回目の日程が決まったので今日はそちらを発表したいと思います。はい、ついに行きました。はい、まあ、いろいろね、詳細に関しては本編の方でお話したいと思いますので、はい、それでは本編の方をご覧ください。開催日、はい、4月23日の日曜日と決定いたしました。お、そして場所は、まあ、以前からね東京とは言っていたんですけど、はい、新宿某所ということで、はい、まあね詳細はチケット手にした方にまあ案内はね行きますんで、まあでも駅から徒歩10分以内。20分だな。駅？どこの駅？新宿駅。ああ、普通の人が Google で調べると5分って出てるから、そしたら15分くらいですね。でですね、今回グッズとチケットに関してはフォームを用意しますので、はい、そちらからお申し込みをいただく形で、で流れとしてはそちらでフォームを送っていただいて、こちらの方で合計金額と振込先をお伝えするので、まあ、メールをね返させていただきますので、はい、それでそこの合計金額を指定の口座に振り込んでいただくと。なぜかというとベースとかさ、そういう販売できるサイトを利用してしまうと手数料というのが取られてしまうんですよ。そうすると結構いろいろ予算組みしてるとカツカツというか、あえて言うともうマイナスの方なのでそこで手数料をまた持ってかれるとなるとちょっとね大変なので、あの皆様にはちょっとお手数をおかけいたしますが、そういう感じでチケットとグッズの方は販売させていただこうかなと思っております。はい、はい、で受付に関して有料会員の方、ピースオブケイク応援団超極甘党、そちらの方が、一番最初の申し込みという形になりますので、はい、その受付が土曜日の動画が出た後、今週のそこから受付が開始いたします。はい、で YouTube のメンバーシップ会員の方、そちらの方は、翌週の水曜日そちらの方から受付開始します。はい、で一般発売というのがその週の土曜日という形になりますので、はい、はい、なるほど。でグッズとか何が出んのっていうのはあると思うんですけど、グッズに関して言うと T シャツ、缶バッジ、バンダナ、キーホルダー、マグカップ、以上5点となります。で値段に関してはその応募フォームの方で確認いただければと、はい、まあ写真もねそこにアップしてますんで、それで確認していただければと思います。はい、であとチケットは入場チケットという形になりますので、断髪でハサミを入れたい方っていうのは別途断髪チケットみたいなのもご購入いただく形になります。はい、あとチキ券というものを今回発売させていただきます。お、会場前に、まあ、曲げ姿の朝ちゃんとのツーショット、もしくはピスケ3人とのフォーショット、まあこちらねちょっとお値段が変わってきちゃうんですけど、それを取られた方は、まあ、ディズニーランドでいうとこのファストパスみたいな感じで先に入場していただく形に、その取った流れで入場してもらう形になりますので、はい、なぜかというと入場時間がそんなにね取れないんですよ今回のイベント。それなんでスムーズに行くためにもちょっとそういう形取らせていただきます。はい、うん、で終演後曲げのない朝ちゃんなわけですよもう、うん、それなのでそこで、それぞれの、まあ、推し面がいらっしゃる方がね、例えばショータンとのツーショット撮りたいよっていう時は終演後に撮ることできます。断髪後の朝ちゃんと撮りたいよっていう人はそこで撮ることできます。はい、それなんでココとのツーショットもしくはメンバーとのフォーショットっていうのを終演後も考えてたりもするので、そちらのチケットもそこで販売させていただく形になります。はい、はい、それなのでねちょっとそのあたりをチェックしていただければ、あの予算ね皆さんご都合あると思いますので、はい、ちょっとそこでねお財布の中身と見比べながらこんくらいだったらっていうのでちょっと調整していただければと思いますので、はい、ふるってご参加いただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。イベント中は、今回ちょっとゲストの方をいろいろ手配してたりもするので、イベント自体の一部撮影はできなくなりますので、あとねあのうちらが例えばラーメンフェスタ出ましたとかどっかロケ行きましたみたいな時にわざわざ来ていただいてそこで写真撮ってくださいとかっていうのは対応させていただいてたんですけど、今回一部撮影ができないので、はい、まあ会場内でね翔太がバタバタ動いてるところに翔太一緒に撮ってっていうやつとか、そういうので場内でのメンバーとの写真っていうのは撮ることできないので、
それはね、だってチェキ券販売してるから、ね、そう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 、それなのであのメンバーとその会場内での撮影だったりとか、そういうのはちょっとね今回はごめんなさいということで、はい、まあなんかねそういうイベントごとで出てたりとか、たまたま YouTube の撮影に遭遇したとかっていうんであればもう全然その時は対応はできますけど、はい、うん、今回みたいなねイベントの時は申し訳ないですがって感じですね。はい、はい、まあその時例えば来てくれてるゆるま川部屋の出身の人とか、まあそういう方で、あ、一緒に写真撮ってくださいみたいにやる分には、はい、多分大丈夫じゃないですかね。そこら辺は向こうの、まあご本人がね、はい、いやもう引退してもう一般人なんで写真ごめんなさいって言われたらもうごめんなさいですけど、はい、そういうこともなきにしもあらずなのかな、はい、っていう感じで、まあ、そこは本人との相談じゃないですか、はい、本人との相談でしていただければと思います。はい、まあ、今回ね一応決まったことっていうのはこんな感じで動画を出させていただきました。まあ追ってねいろいろ情報が出てくる部分もあったりはするとは思いますので、はい、でまあこのイベントに向けてアルバム作ります、それまでに出します的なことを言ってましたけど、私のその作業のスケジュールだったりでそこが間に合わないので、多分宇宙初披露の曲が何曲かそこで知らない曲ってなると思いますけど、あ、そうだね、うん、でもまあね、あの聴いて楽しんでいただいてちょっとアルバム楽しみにしていただければと思っておりますので、はい、アルバムに関してはねまた後日そういうお話もさせていただこうかなと思っております。はい、はい、ということで本日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。それではまた引き続き情報が出次第緊急動画出させていただきますので、チェックのほどよろしくお願いします。お願いします。それではせーの、チャオ。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。チャンネル登録お願いします。いいねやコメントもらえたら嬉しいです。その他各種情報に関しては下の説明欄に書いてありますので、チェックしてみてください。それではせーの、チャオ。